肉と根菜類が体の中から温めてくれます。風邪予防におすすめレシピ、ニンニクスープのご紹介です。メイン食材のニンニクは様々な食品と相性が良く、世界中で使用されています。特徴となる匂い成分アリシンが血行を促進して体を温め、また硫化アリルには強い殺菌作用があるので、寒いこれからの時期、風邪の予防にもおすすめしたい食材です。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずニンニク、生姜はみじん切りにします。豚肉、大根、人参は千切りにします。ニラは2センチの長さに切りましょう。椎茸は石突きを取って薄切りにしておきます。鍋にごま油を熱し、ニンニクと生姜を炒めます。弱火で香りが出るまでしっかりと炒めましょう。香りが出てきたら豚肉を加えて炒めます。材料 A の水、鶏ガラスープの素と大根、人参を入れて20分から30分煮込みます。椎茸を加えて一煮立ちさせ、材料 B の薄口醤油、塩、胡椒で調味しましょう。器に盛り、ニラを散らせば完成です。具沢山で体の芯から温まる美味しいレシピです。ぜひお試しください。